アンガールズ、田中、ちびっこから、かっこいい。2018年6月3日17時43分スポーツ報知函館競輪場のファンの前でコントを披露するアンガールズ。お笑いコンビのアンガールズが3日、函館競輪、開設68周年記念 G3、五稜郭杯争奪戦、2日目の第3、7R 後に場内ロビーステージでお笑いライブを行った。通路にはみ出るほど、場内いっぱいに詰めかけた多くのファンの大歓声に迎えられてステージに登場。せいでアンガールズを見た感想を尋ね、子供たちから、かっこいい、と言われると、田中が、かっこいい。かっこいいはずないでしょ。ひるだ、笑い、と嬉しそうに満面の笑みで答えるなど、場内を温めてから、コント、高校球児、ショートコントを3本。お決まりの、ジャンカジャンカを披露すると、沸き起こった拍手に、拍手するほどのもんじゃないでしょ。懐かしいって、お田中が反応し、ファンとのやりとりしながら場内を盛り上げた。その後、元競輪選手の高村敦史氏と共に、初心者向けの競輪談義を、田中の経験談などを踏まえつつ、トークを繰り広げた。